計事務所の白岩です。静岡市内で会計事務所の代表を務めております。今回は沼津市でですね、静岡市内ではあるんですが、人脈を広げたいよと、知り合い増やしたいよという方はぜひ私が主催する交流会にご参加いただければと思います。名前を交流会、静岡を熱くする会という名前で行っておるんですが、2ヶ月に一度、大体80名ぐらいの方に来ていただいております。業種はいろいろでして、弁護士さんとか税理士みたいな資料もいらっしゃいますが、あとはネイリストとかアロマをやられている自営業の方、あと建設業とか不動産業もいろんな業種の方がいらっしゃいますので、でご飯食べながらワイワイお話をして人脈を増やしていくというものです。でこちら、次回は2016年1月22日に行います。ご都合よければご参加いただきたいのと、不安だな、いきなり行くのは不安だなという方は、YouTube に動画をたくさんアップしております。静岡を熱くする会ということで検索いただければ、もう動画が何本かヒットすると思いますので、そこで、会の様子をご覧いただいて、服装とかもあると思いますので、あと雰囲気みたいなのもあると思いますが、そういうのを確認していただいて、あ、これ面白そうだなと思ったら、ぜひご参加いただければと思います。お待ちしております。